雑談チャンネル。皆さんこんにちは、松本直子です。いつも名曲チャンネルをご覧くださってありがとうございます。今日は雑談チャンネルです。雑談チャンネルなんですが、今日は Vlog を撮っていこうと思っております。なんとこの雑談チャンネル、前回振り返ってみると1年以上も空いてしまっておりました。1年って早いですね。ちょっともうなんかタイムスリップしたみたいな気持ちになってるんですけれども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。この1年、どんな1年だったかとか、あとは最近の近況報告だったりとか、といった雑談チャンネルは近々アップしようと思っておりますが、今日はまず Vlog に挑戦してみたいと思っております。というのも、本日2021年9月、この9月は本当にたくさんのコンサートに、出演させていただくことができました。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございます。主催者さんも会場も、そしてお越しくださるお客様も、皆様がこの感染症対策に本当に真摯に向き合ってご協力くださって、そのおかげでコンサートを無事に開催することができました。ご協力いただいた皆さん本当にありがとうございます。ということで、今日もそんなコンサートの中の一つですけれども、今日は Vlog で辿ってみたいなと思います。ちなみに今日はタンゴクルサードというグループのタンゴのコンサートになっております。タンゴグリリオさんお二方と、コントラバスの後藤正史さんと、私で組んでいる4人組のタンゴのユニットです。ではちょっとね、前も一回やったんですけど、ちょっと自分で全部撮ってってやるのでうまくできるか分かんないんですけれども、ちょっと生温かい目で皆さんに最後までね楽しんで見ていただけたらなと思います。それでは行ってみよう。
リハーサルが終わりました。汚いね、すごい汚い、ね、あの私ね、控え室とかこう、まあ、会議室をね開けてくださったんですけど、あのこういうあの控え室にいつも来させていただいた時、まず一番初めにすることはあの窓のねカーテンを全部開けるっていうあのことなんです。なんか飛んでる、閉所局所なんで、あのどうしても密閉された空間がすごく広いんだけど、すごい広いんだけど、閉所局所ってあの広さ、広さはあまり関係なくて、密閉されてるっていうのがすごい怖いっていうか、私は怖いんじゃなくて、なんか一人でいつもはみんな大部屋とかだったらみんなで、ね、過ごして、いろいろ話しながら、最近どうみたいなと話しながら過ごすんですけど、今日は一人なのでやることがなくて、ちょっと今から一人目にしようと思いますが、失礼します。はい、キムタクが今タンゴやってるのにタンゴの再生回数増えないからもう無理かなっていう。どうした？いや、木村拓哉の橋田さんが。後藤さん、血液型は何型ですか？ A 型。やっぱり。なんで？いや、 A 型かなと思って。星野さんは？これなんだ。 AB 型。いいや、 A 型。やばい、米坂さんは？僕は O 型。あ、O 型か。山本さんは？私 A 型です。すごい、 A と O めっちゃ平和なグループ。 B が混ざるとちょっとややこしくなる。そうか、星野さん A 型か、うん、え、
ご両親はとか言って。はい、という楽しいお兄さん方と一緒にタンゴクルサードユニットやっております。もうそろそろ本番なので、参りたいと思います。行ってきます。たたたたたたですよね、すいません。私も反応が悪かった。星野さんは見とったら、星野さんは山崎さんをこう見てて、そうか、みんながみんながみんな誰かを見違う、ね、現場に行きますので、毎回今日と同じっていうわけでは全然なくて、毎回はもう全く違ったことが起こる仕事なんですけれども、楽しく、過ごしております。今日もね、本当心よく撮影にご協力いただきました。本当初先輩方、タンゴグリリオさん、そして後藤さん、そして会場の皆さん、本当皆さんに感謝でいっぱいです。ありがとうございます。タンゴグリリオさんと、そして後藤さんの YouTube チャンネルの URL も概要欄に載せておりますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ということで、今日は日頃のコンサートのお仕事の様子を追ってみました。ちょっと本当にね、めちゃくちゃぐだぐもうぐだぐ近況報告の雑談チャンネルをまたすぐにアップしようと思っておりますので、そちらでまたお会いしましょう。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。松本直子でした。